北海道一の農業地帯として知られる十勝平野。十勝晴れと呼ばれる長い日照時間と火山灰性の水はけの良い肥沃な土壌、そして風害から農作物を守る防風林が農業を発展させてきました。この地で良質な長芋を提供しているのが JA 帯広川西です。ここは日本一の長芋出荷量を誇っています。近年国内外から注目を集めている十勝太郎は開発に20年を要しました。長芋の中でもすごくこの太くで大きくなるっていう特徴がありますね。まあ、やっぱり収穫までにしっかりと完熟させるっていうところですね。完熟してない長芋って傷つきやすいんですよね。そこから悪くなってしまう、腐ってしまうってとあるんで、この日から収穫始めましょうっていうことで決めてやりますんで。サイズが大きく調理しやすいと評判の十勝太郎。きめが細かく風味も豊かで、シャキシャキトロトロの食感をお楽しみいただけます。まあ、日本人的な感覚ですけど、やっぱりトロロですかね。一番長芋の風味だとか粘りっていうのが感じられますので、もうとにかく安全で安心で、でも最高な品質のものっていうテーマで長芋作ってますんで、ぜひもう食べてください。JA 帯広川西の十勝太郎は今年も最高の実りです。だから日本の長芋は美味しい。